はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はマスターデュエルラジオのお時間でございまして、本日のトークテーマはこちら、レジェンドアンソロジー神イベントだった件について、こちらちょっとお話ししていきたいなというふうに思ってます。あの結論から申し上げますと、このイベント過去一面白かったですね。過去一面白かった。まあ、僕自身がね、あのエンジョイ勢だからかもしれないんですけど、あのガチ勢の方にとってはちょっと物足りない感もあったかもしれませんが、まずこのイベントの、あの目的、このイベントって何のために開催されたのかなっていうのをちょっと考察していくんですが、まあ、このイベントね、1周年記念、マスワデル1周年記念のタイミングで行われたんで、まあ、おそらくですけど、まあ、復帰勢の方とか、あとエンジョイ勢の方のログインもかなり増えたと思うんですよね。で、その人たちにゲームを楽しんでもらうという、まあ、側面が強かったのかなと思っております。まあ、これはね、ある程度成功したんじゃないかなと言っていいかなと思ってるんですよね。これなんでかっていうと、まあ、ちょっとこれは後で説明しましょう。で、個人的に今どう思ったかっていう、このイベントに対して毎月やってほしいレベルです。はい、まあ、ちょっと毎月は多いかもしれないから、各月くらいでやってほしいなっていうレベルで面白かったですね。別のデッキでその各週で挑めるレジェンドアンソロジーやってくれたら、マジ神イベントなんじゃねって思ってるんで、神ゲーなんじゃねって思ってるんで、いやぜひね、コナミさんにはこれご一行いただきたいというふうに思ってます。普段のデュエルとはね、なんか違う感覚でデュエルできたのが本当に良かったです。はい。で、まあ、このイベント何が良かったのかなっていうのをちょっと考察していこうかなと思うんですけども、まずですね、まあ、理由結構たくさんあるんですよ。たくさんあると思うんですけど、まず一つ目、自分がね、好きなデッキで勝てる喜び、これを味わうことができたというふうに思ってます。例えばな、環境デッキと言われるね、デッキがほとんど、まあ結構規制入ってまして、禁止化されたり、純制限やら制限のカードが多くて、エンジョイデッキとかキャラデッキとかでもある程度勝つことができたんですよ、このイベント。だからファンデッキ勢にとってとてもいいイベントだったんじゃないかなと思ってるんですよね。で、好きなデッキ使ってもやっぱカードゲームだからさ、対人戦って勝てないと面白くないですよね、どうしたって。さあ、そうじゃないですか。自分の好きなデッキ使ってるからいいとはいえ、やっぱ負け続けるってやっぱ面白くないかなと思うんですよね、ゲームって。だから好きなデッキを使って勝てるっていうのが一番いいと思うんですよ。それがこのイベントだったと思ってます。で、イベントではブラマジデッキとかブルーアイズデッキとか、なんか普段ランクまでは絶対見えないような、このスプライト環境で今後ね、なんかティアラメンツやら何やらクシャドリラも何やら来るとか言われてるこの環境において、ブラマジデッキとかブルーアイズデッキが活躍してるっていうのが見れて、だからとても良かったかなと思うんですよね。なんならブラックマシャンデッキティア1レベルで強かったですからね、このイベント。いや、ほんと素晴らしいイベントだったなと、思ってます。理由2つ目はですね、パワーが低いデッキが活躍できたことだと思ってますね。やっぱね、さっきも言ったようにランクマとかでは、通用しないようなデッキでも普通にイベントで戦えたし、勝てたしね、楽しくデュエルできたと思うんですよね。ランクマって結局強いデッキ以外にやっぱ生き残る道はないんですよね。ダイヤ1まで上がるっていう目的があるから、結局強いデッキじゃないと使われないんですよ、基本的には。だから結局新パック実装されても強いカードにしかやっぱみんな見向きもしないし、大して面白いけど強くはないみたいなカードって生き抜く術がこのゲームあんまないんですよ。なんですけど、そういうカードたちにもこのイベントによってスポットライトが当たったっていう、だから、まあ、雑魚カードがないということですね。はい、クズの一言でカードの価値は語るなっていうことです。はい。それからね、3つ目なんですけども、アニメで活躍していたテーマとかデッキ、これが活躍していた。やっぱね、相手してても普通楽しいんですよね。なんかブラックマジャンデッキとか結構最初の方使ってたんですけど、なんかブラックマジャン VS ブルーアイズみたいな激アツ映画かなこれみたいなデュエルがなんか成り立つこともあったし、いや、なんかその相手のデッキになんか惚れ込んで組んでみたくなるっていうこともあったんですよ。なんか一回戦ったのはサイバーダークの先行制圧バカ強かったから、ちょ俺も組んでみようと思ってちょっと組んで使ってみたいとか、そういうのもあったんですよね。だからその知ってるデッキが結構活躍してるっていう、これが良かったと思う。復帰勢とかエンジョイ勢とか、まあ、遊戯王をかじる程度しか知らないっていう方、ライト層とかの方って、まあ、こういう遊戯王を求めてたんじゃないかなと思っていて、まあ、一時的にね、このゲームプレイする人も増えたんじゃないかなと思ってますね。この1周年記念の周辺関係、これこの時ね、僕の YouTube のチャンネルの動画の再生数も伸びたんですよ。はい。だから多分ね、このゲームを単純にやってる人、その瞬間やってる人が増えてるんだと思う、多分ね。
まあ、動画再生数が増えるとかそういうことだから。で4つ目がね、手札誘発そんな飛んでこなかったっていうことですね。まあちょっとコナミくんぶっ壊れカードすりすぎて、手札誘発じゃないと相手止まんないっていうゲーム性になっちゃってるんでね、現状だから。その手札誘発って正直カードパワーが高くなれば高くなるほど必要なカードなんですよ。なんですけどこの環境そんなにそのカードパワー高くないんで、手札誘発投げなくてもなんかそんな強くない盤面が敷かれてなんとか返していけるみたいな感じあるじゃないですか。はい、だからね、それ飛んでこないですよね、手札誘発が。だから自分の展開を逆に言うと邪魔されないし、気持ちよくね、先行展開も後行展開も回すことができたっていう。まあもちろん、手札誘発バンバン入れてる人もいたけど、そんなにね、多くはなかった印象ですね。だから誘発受けが弱いようなデッキも、活躍することができた。結構やっぱブラックマシャンデッキとか、なんか、コンボデッキだからさ、割と裏一枚で止まったりするんですよ、普通に。だからそういうのが、なんか止められなくて、自分の気持ちよい盤面が完成させられた。そして相手が気持ちよい盤面を完成したとしても意外とカードパワー低いからなんか返せていけた。これがねいい感じでイベント内で回っていたのかなと、はい、いうふうに思ってます。で5つ目はですね、先行制圧盤面がそんなに強くない、緩い先行制圧盤面が緩い。これねランクマだと、まあ、今当たり前にね何の妨害もなければ、まあ、先行5妨害6妨害7妨害構えてくるのが日常茶飯じゃないですか。当たり前に、もう勝てない、絶対勝てない場面作ってきますよね、相手が。イベントだと、そんなことなくて、まあ、先行ご妨害とか敷いてくるデッキあったのかな。僕は、当たりませんでした。強いなと思ったのは、やっぱりスピードロイドと、サイバーダーク。ダークネスドラゴンの無効効果ね。ダークネスと、スピードロイドの、クリスタルクリアとか、あとクリスタルウィングとかの、辺はまあ強いなと思ったけど、言うてそんなに、妨害が多いなっていう印象はないんですよ。まあだから1、2妨害ぐらい先行で構えてくるぐらいの感じだったんで、なんだかんだ高校でも全然まくっていけるっていう、こういうデュエルがね多かったように思うんですね。だから遊戯王はじゃんけんではなかったかもしれない今回は。まあある程度ね先行が有利っていうのはまあ遊戯王だからしょうがないけどさ、言うて高校ギャラクシーアイズとか使ってればわかるけど、なんか全然高校ワンキルできたし、なんかイベントのバランスとして、デッキのパワーのバランスとして、ちょうど良かったんじゃないかなというふうに思ってますね。はい。で、最後、いろんなランクの人と当たる。これも結構新鮮でした。イメージだけどさ、やっぱダイヤ1とか言ってる人って結構強いデッキ使うイメージが多いんですよね。で、逆にゴールド帯の人とかは、まあ、ファンデッキとかキャラデッキとか多かった印象で、なんか、どっちのデッキも相手していて楽しかったんですよ。だ強いデッキは強いデッキで、まくっていく楽しさはあるし、ファンデッキはファンデッキ同士で戦うっていう楽しさがあるし、なんかね、本当にこのイベントすごかった。ちょっと語彙力がなくてあれだけど、すごかったと思います。はい。というわけで、まとめとくと、マジでこのイベント神だったんで、コナミ氏。格付けくらいで実装してくれ。このイベントを。ぶっちゃけね、まあ、多分ね、このゲームも、このゲームでこのイベントも突き詰めれば、この環境でのティア1とかティア2とかは出てきちゃうと思うけど、まあ、格付きくらいで開催するイベント形式であれば、まあ、そこまでティア2にこだわらずに自分の好きなデッキ回す人も増えるだろうし、そのイベントを開催する時時点でのその環境トップと言われている、まあ、ティア2に入っているようなカード、デッキたちを規制してあげれば、まあ、いいんじゃないかなと思うので、いやー本当に、ね、楽しかったですねこれは。皆さんもねぜひねこのイベントどう思ったか教えていただきたい。僕はこれがやりたい遊戯王だったなって思ってます個人的には。はい、以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、コナミ氏ありがとう。